星や惑星の中で、私たちは太陽系に向かっています。むしろその中心に、私たちの著名人。私たちは望遠鏡から彼を見て、修正します。太陽活動。そしてそれまではすべていつものようになります。2022年2月6日まで、アルゼンチンの写真界でイアドウスチャバガッパポウはしませんでした。木星の大きさのプロミネンスのスナップショット。太陽の子の形成は超自然的な症状。それを証明するために、私は修復を行いました。画像、すべての段階、回復が示されます。その結果、3つのエンティティが表示されます。接続されている上部に十字がついているハンドビーム、それらの間のスレッド、そして後ろに大きなバッグを引っ張る、4つ以上のセクションに分かれています。最初に登場した、残りの部分から離れたところにあるビーム、バはバッグの最初のセクションを開きます。そして、手で持っている残りのバは開いています。バッグの残りの部分、順番に、最初のエンティティが悪魔をドロップする場所、地獄で、2番目のエンティティの外観を復元しました。頭を少し曲げて数珠を持って、祈りは言います。そして3番目のエンティティ、部分的に見える、顔のごく一部しか見えません。火のシルエットに注意が向けられ、燃えています。大きな顔が目を引く、火から突き出て、目を閉じて口を大きく開ける、どうやら苦悶で叫んでいる。左側では、小さな頭も火から突き出ています。そして、右側の何よりも、立って掴むことができて幸運でした。マントの後ろにあるので、ほぼ完全に見えます。起こっていることの左側には、さらに二つあります。片方の頭は火の中に首まであり、もう片方は腕を振っています。この火を少なくとも少なし上に上げるために、三番目のイベントは上で発生します。デーモン、カバンの中、その光景が原因、嫌悪感、長い鼻、角、蹄。バッグの最初のセクションは開いていて、そこでさえ悪魔が掴みました。足で誰か、彼が最初に火に落ちるように、残りの背景に対して最も識別可能なオブジェクトが選択されます。元の写真と編集した写真を確認してみましょう。精度を確認するには、画像の回復。そして、近距離で同じ行動を考えてください。写真に写っているのは事実と証拠です。天国の力の現れ。私たちが聖書に書かれている硫黄湖が現れる前に、汚れた霊が火に投げ込まれるように。地獄は太陽の下にあります。どうやらこれは最後の最もひどい罰です。最も恐ろしい罪人の運命はどこにありますか？神に反対する人。